紅白歌合戦毎年見ないんだけども今年なんか吸い寄せられたたよように見て偉いものを見て、てものしまったよね <laughs>。あのね僕にとっての「紅白」の見どころってあまずあの踊りの差 AKB と Perfume とあと「桃色クローバー Z が」が、まあ、全部出てくるわけじゃんでそれぞれ自分の持ち歌を歌って踊るんだけども差が分かって。 もちろん、それぞれ別々見たら差はあるんだろうけども「紅白」って同じ舞台の上で並べてみるとその差が面白かったよまず Perfume の踊りっていうのはもうすごい精密で、えー、かっこいいよね。手を挙げるシーンととかか、でも、もも、う3人なんだけども揃い方とか 振った時の手のピンと伸び方とかが綺麗にシンクロしててこれは見てて楽しいわとまあ、テクノっていうのもあるんだけどさ音楽はテクノだからダンスは正確でないとシャレにならないっていうのもあるんだろうけども、まあ、何時間でも見てれるわなと思ったしあと「モモエル・クローバー Z」の場合はこれはもう Perfume のような正確なダンスとかそういうものを見るべきではなくて元気気な小学生ののていうのを見てる気持ちで「見るのが一番い,いんだよな。で、「一生懸命だよな」「日も飛び散ってるよね頑張ったねお父さんも良かったと思ってるよ」みたいな気持ちで見たら「 AKB48 ってあのバラバラさっていうかですねグダグダですらないズダズダっていうのかな <laughs> あの踊りが誰一人たなんか正解が分かんないんだよセンターの34人すら合ってないからさ <laughs> あのズダズダさ <laughs> すげえなーと思ってこの中になんか一人や二人なんか、ね、おっさん待ちっても分かんないんじゃないかなっていうぐらい。<laughs> おう 個別で見てるとそんなことあんまり考えたことがなくて AKB のねプロモビデオとか見てるとそんなこと感じたことなかったんであ踊りうまいなとか思ってたんだけども「紅白」のやつは練習不足かなんかわかんないけどとりあえず AKB のこうグダグダ感踊りのグダグダ感が Perfume と「桃色クロバー Z」と並べると面白かったね。 Happy birthday to me.Happy birthday to me.Happy birthday dear 岡田斗司夫 .Happy birthday to me.